大根おろし、はい、忘れてね。はい、甘っきゅうだ。じゃあ、朝醤油の。これ、今ちょっと言ってる。うん、夢だよ、うまっ。ね、夢。あの、プロレスじゃない。何件も通すの？一レンジやっても、普通一レンジやんないもんね。うん、そうそうそう。ちょっと夢やってるところが。あ、そうなんところ、うん、そっちはその日本橋ってとか知らないけど、そうですね。ビューナーさんは行ったことある。みんな言うやん、見てみやん。あれはなんか気持ち悪いことがあったはい、すみません。はい。
もほらお酒飲まないじゃん。はい、それまで6時までなってるんですよ。で、具合も悪いのしたんだけど、お葬式もすごかった、うん、その時お葬式行った時にお嬢さんが本当にぐるぐるなんですよ、うん、これどうして何だか聞くに聞けないし家に行けないかな。なんか亡くなって7年目ぐらいに、まあ、よありがとうございます。ねえ、大丈夫、めっちゃ美味しい。コーヒー飲むんですか？え、コーヒー飲む？コーヒー飲む？もう待ってください。いやコーヒー飲む。飲むけど、うん、めっちゃ飲んでる。うん、あ、コーヒー出してくれると思ったの？うん、いいやろ。いいやろ。この寿司屋さんのお茶が美味しいんだよ。うまいよ。あ、なんとも言えないんだよ、寿司食って。結構しょっちゅう来られるんですか？いや、ジョネさん。いやいや、5年に1回。オリンピックより長いですね。死んじゃってるじゃん。はい、やっぱりお知らせされて。あ、そこまで気がつかないで連れてっちゃってと思ってさ、あ、ごめんねって言ったことあった。今子供すぐいるよ。今やってるんだよ。今はやってないやつな。今やってる。でもやってるんでしょ。信寿司。信寿司屋そのままやってるけどね。あ、そうなの？よくあるなんで？あの約束とか。そうそう。からかあの。あの辺だったね。あ、公園のあたり隣だったけど。あ、そうなんですか。それでさ。そのこと全然気がつかないよ、うん、私たちは普通にやってもいいっちゃうんだけどね、言われたらその使うんだけど、そうだよね、一応くるくる回してるんだけど、ね、あれは本当自分だから回転寿司のものだってのはやっぱりその目線を大事にしてるでしょ。可愛かったちっちゃい時な、こういうところで思うのは、写真撮っていいかって撮り放題でした。嬉しいです、ありがとうございます。気がだったら言ってないですけど、あの台風だってことですよ。すみませんね、来週、まあ、こっちなんで、あの相模湾とかなんで、でもほら、宮古島なんかだと、GT4 リニアーズに出たんで。